日本三百名山の一つである、木曽山脈のなぎそ竹なぎそ町は、長野県の南西部に位置する町。つまご宿及び三流の宿が、中仙道の宿場町として発展した。また、面積の約94%を森林が占めており、なぎそろ黒、ひのきかさといった木材を使用した産業が有名である。観光地では、つまご地区のつまご宿や、まごめ峠、 多立地区の多立の滝、読書地区の株と観音が有名である。日本で最も美しい村連合の一つ。渚町は木曽谷の南端に位置し、中央を木曽川が流れている。支流には岩倉川、横川、蘭川、坪川、男川がある。町の東部には渚ぎ岳や高曽根山が、西部にはすり鉢山や伊勢山がそびえる。北西部には 柿その渓谷や多立の滝などがある。年間平均気温は摂氏11.2度と、冷涼な気候である。過去に摂氏35度まで上がった日もあるが、冬には低、摂氏10度前後まで冷え込む日もある。長野県北部とは違い、太平洋側内陸の気候に似ているため、夏季に降水が多く、冬の降水、降雪はそれほど多くない。2014年に、 梨沢において発生した土石流災害による被害状況当庁では古くから土砂災害が多く発生している大きな石や木の切り株、根付きの木までもが混じった土石流が特徴で地元ではこれを蛇抜けと呼んでいる長八甲の地市、なぎそ町市では蛇抜けを天災、人災両面から語っており急峻な地形や軟弱な地質全長としては 白い雨が降る、谷の水が急に止まる、気なくさい匂いがするというものがあり、尾根の先や谷の出口、お宮の前は危険だから、家を建てないようにとの教えも伝わる。災害にまつわる伝承は口実。渚駅伝立の滝読書発電所、桃助橋昔、横川の山中に多くの木こりが集められ、追記のため多くの木を切り出していた。ある夜、 木コリたちが寝泊まりしていた小屋に一人の女性が訪ねて、来る。塔を叩く音で目を覚ました木コリの余兵は、その女性から悪いことが起こるから、これ以上気を切らないようにと告げられる。翌朝、余兵は、木コリの仲間に、昨夜の出来事を話し、気味悪がって、当日の仕事を休むことにした。夕方、再び女性が余兵の元を訪れ。 明日は大変なことが起こる。雨が降り始めたら山の高い場所へ逃げるように突げ、姿を消した。翌日は朝から雨が降っており、雨足も強まってきたので、余兵は監視役の役人の制止を振り切り、木こり仲間と共に逃げ出した。彼らが山の頂上に着くと土砂崩れが起こり、里の家々や街道が流されてしまった。余兵は基礎側へと抜けていく大量の土砂の中に、 乗った打ち回る大きな白い蛇の姿を見た。道が立たれたせいで里が食糧難になったため、余兵たちは馬を連れて、終わり国まで食糧を調達しに出かけた。流れてきた土砂の上に差し掛かると、いつかの女性が目の前に現れた。女性は人間たちが木を切りすぎるものだから居場所がなくなる。だから、 大雨の土に人家を流しているのだと告げ、白い蛇に姿を変えて去っていった。余兵は、木こりの仕事を辞め、馬方になって暮らした。悲しめる、乙女の像、福沢桃助別荘あずま、読書竹礼264伝地区礼573。ありがとうございます。